動物の方がなんかかわいそうじゃない？疲れそう。
あ、4体のあれ、感動の象徴。一瞬シューマイに見えた。シューマイ、実装だね。あんな格好してそうやん。話しかける勇気なくて失敗する。いや、話しかける勇気なくて捨ててないと思う。怪獣の中、あいつから何と言ったりです。話せるぞ。なんてこう、あれでもあれで、こういう直感ヨット、ヨットです。そうだよ。帰る？明日も一応体育祭ですよ。やばい。いや、明日とは今日、明日と今日は別やろ。疲れは持ち越さないタイプ。いや、明日は別や。明日自分何もないんで。体育祭中は。アドレナリン。まあ、でも部活で。部活でまた声出せてやるもんだ。考えるって考えてます。最後はラスト
シェア味。ハイシェア味。このバーの人。いろんな人の香水が混じり合ってて。この放送を聞かれましたら参道中を地下鉄2番目です。警察官手抜きまでお越しください。お知らせがございます。おもろいけど。
一番の自信ある。おいおい。